皆さんこんにちは。今回は個人的に応援したいゲーム、推しゲームを紹介していきます。推しゲームとは？値段とか、周りの評判とか、知らねえわいは好きなんじゃというゲームです。普段は、3000円以下の値段で面白いゲームを紹介していますが、今回は安価ではございませんのであしからず。このチャンネルでは基本、3000円以下で個人的に面白いと思ったゲームを紹介していくチャンネルです。今後もいろんなジャンルのゲームを紹介してきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回の応援したい推しゲームは、ダスクダイバー優先帳です。このゲームを簡単に紹介すると、台湾産アクションゲームとなっていて台湾に実在する、台北正門町を舞台とするゲームでございます。詳しくはこの後紹介していきますね。開発元は JFI ゲームズの JERA という開発チームが担当しているそうです。その他のゲームを探したところ、Steam ではこのゲーム以外ありませんでした。今後も面白いゲームを開発してくることを応援したいと思います。金額は3900円となっています。ユーザーレビューは非常に好評となっていて、おおむね皆さん満足した結果となっていますね。台湾のゲームなんですが、日本の声優さんを起用してフルボイスとなっています。開発チームからは、台湾には日本の声優ファンが多い。だからゲームには日本人の声優を起用するのは必要不可欠とおっしゃっていました。台湾での日本のアニメコンテンツの人気が伺えますね。Steam だけではなく、Switch、PS4 でも発売されておりますので、気になった方は最後までご覧いただき、合いそうであればぜひ購入して遊んでみてください。ではこのゲームの特徴、推しポイントなど簡単に紹介していきたいと思います。最初の方でも説明したのですが、舞台は台湾の台北に正門町となっています。おすすめポイントその1。台湾の正門町をなんとなく堪能できる。実際に Google マップで調べてみました。なんとなくビルの構造や、建物場所が一致してるようなないような。ここは正門町中央広場だそうです。補足しますと、この台北正門町は日本でいう原宿や渋谷のような、おしゃれな街として若者に人気の繁華街だそうです。私は台湾に行ったことがなく、人生一度でいいから行ってみたいそう思っております。それでは少し先へ進んでみましょう。実際にあるお店がゲーム内にもいくつか確認できました。なんて読むのかさっぱりわかりませんけどね。ゲーム内では食べ物を売っていて、ラーメンのようなものを売っていました。実際に売っているものなのかは確認していません。これは人生の宿題として、いつか現地で確認したいと思います。あ、ちなみに食べ物を食べると攻撃力が上がったりと、一時的なステータスの上昇となります。台湾の食べ物は小籠包とかが有名ですよね。あとはかき氷とか、タピオカミルクティーも台湾からですよね。さらに先へ進んだら、またも実際のお店と同じ店がゲーム内に出てきました。これは、なんとかコーヒー、なんとか茶と読めますが、カフェ的なお店って感じですかね。はい、出ました。タピオカミルクティー。正直、タピオカミルクティー今まで一度も飲んだことがありません。これも人生の宿題として、いつか台湾に行って現地で飲みたいと思います。さて今度は、正門町駅にやってきました。台湾の電車は地下鉄となっていて、MRT と呼ばれています。旅行の際にはお世話になるであろう公共の乗り物。ほとんどの観光地に行けるのでこちらを利用した方が良いでしょう。ちなみに MRT とは、マッスラピッドトランシット。日本語で、大量高速輸送、都市高速鉄道という意味らしいです。こちらのビルもそのまんまで、書いてある文字も一緒です。赤い文字で GQTY と書いてあるところは、実際は H&M になっていますね。とまあ、この他にも実在するお店はいくつかあり、Google マップで探しながら探索するともはや台湾旅行。問題なのは、このせいで余計台湾に行きたくなるという欲求が生まれること。待ってろ台湾。さてお次はこのゲームに出てくる最高のメンバーを紹介しよう。まずは主人公である、ヤン。ユモちゃん16歳ピチピチの女子高生である。そして気になる日本語の CV は、佐藤里奈さんです。佐藤里奈さん CV で思い浮かべるキャラはたくさんあることでしょう。私は真っ先に遥かお姉様を思い浮かべました。ただこのヤンユモちゃんの性格と、戦いっぷりはもはやレベル5。そう、美坂お姉様を彷彿としたキャラとなっています。さてお次は、リオー。コンビニ店員だ。CV は竹内涼太さん。配給の牛島や、私の好きなゲームライフイズストレンジのフランクとか、悪そうなキャラをよくやっているイメージ、DO にふさわしいと思いました。さてお次は、一見クールな青少年バッケくん。CV は山中正宏さん。この方の他作品のキャラ存じ上げなかったのですが、バッケくんのキャラに合っている役だと思いました。次は、爆乳のリベイダさん。童貞を殺すセーターみたいなのを着てやがります。え、
CV は種崎敦美さん。第一期。美少女ゲームとかによく出ている方でありますが、リメイク大の大冒険の大役を務めている、男性役もできちゃうほどの実力派。耳が幸せになりますね。お次は、店長という名のなんかよくわからん生物。弾丸論破のあれや、ペルソナ4とかのあれみたいな感じ。CV は志田ありささん。この方は、アニメの声優というよりかは、吹き替えをされることが多い人。洋画、洋ドラマ。かなりの作品吹き替えを行っています。お次は竜勇者ちゃん。16歳こちらもピチピチ女子高生。主人公のゆもちゃんの親友。CV は山田ゆえなさん。吹き替えもアニメ声優もやられているハイブリッドなお方。2016年アニメクロムクロからデビューした、期待の新人って感じでしょうか。お次はネメア。CV は水切りケイトさん。水切りケイトで昔は活動されていました。エロゲ好きな方なんかは、知ってるのかなと思います。このゲームの主題歌も担当されていて、曲名戦線少女。ゆで卵を作るときは殻を優しくコンコンコン。これで味が染みるよ。生かしたメンバーを紹介したところで、お次はアクション性のご紹介。難易度はそこまで高くなく、先へ進めないということはないでしょう。簡単に言うとアクション性は無双シリーズと似ています。弱攻撃、強攻撃があり、コンボの組み合わせにより攻撃の仕方が変化します。弱3回からの強攻撃で広範囲攻撃、弱4回からの強攻撃で突破攻撃、5回からの強でスペシャルコンボ攻撃。それプラス必殺技があり、仲間技があり、リミット技がありとそんな感じ。上の青いゲージが必殺技に必要なエネルギー。敵を倒したり攻撃すると増えていく。比較的すぐ溜まるので、バンバン必殺技を使って敵をなぎ倒していきましょう。仲間技は仲間によって攻撃の仕方が違います。必殺技も仲間によって変わるので、状況を見て戦いましょう。そして、ゆもちゃん髪の毛ゲージを見てみましょう。この髪の毛ゲージがマックスになると金色に光り、スーパーサイヤ人になれます。スーパーサイヤ人になると、攻撃力や防御力、スピードなどのステータスアップ。一定時間続きますので、この時間はスーパー無双モード。そしてこの状態でしか出せない超必殺技。これがかなり強力。モーブ踏破女の子とサトリナさんは会いすぎて、ゆもちゃん動かしてるだけで楽しいです。こんな感じで敵をなぎ倒しながら、クリアを目指していきます。メインクエストのほか、サブクエストもありボリューム的にはストーリークリアで10時間ちょっと。台北正門町の裏世界それが優先帳。その謎や、仲間たちのストーリーもしっかりありデッキになった方は遊んでみてくださいね。アクション性に関しては無双シリーズなどをやったことがある人は、すんなりできると思います。自信ない方でもクリアまで問題なくいけるでしょう。さて最後に思い出写真を見つつお別れしたいと思います。ゆもちゃんと一緒に駆け抜けた夏休みが、このように見れるのですが、結構ギャグ路線も強く、笑える場面もあり、爆乳ベイダーはエロいし、親友のユシャちゃんなんかはちょうどじっこで、トラブル抱えてくるし、あとベイダーちゃんがエロい。ここではお見せしなかったのですが、キャラごとにスキンを変えれます。これもいろいろあって楽しめます。ベイダーちゃんがエロいです。この写真を見てるとただ青春を送ってる写真って感じですよね。あ、おすすめポイントその2。ベイダーちゃんがエッチーです。ということでいかがだったでしょうか?ダスクダイバー優先帳。ざっくり簡単にお伝えしましたが、あとはぜひご自身でプレイしてみてくださいね。次回作とかもね、ぜひ作ってほしいっすね。よろしくお願いいたします。それでは今回の推しゲームの紹介はここまで。次回の推しゲームでまたお会いしましょう。さようなら。